バニラスカイ。女の子はいつでもヒロインになれるな。ハピーです。 FM ギノワンをお聞きの皆さん、こんばんは。鹿児島県より世界中に音時間発信してます、シンガーソングライターのようこです。今夜のバニラスカイ、記念すべき回でございますよ。と言いますのも、このバニラスカイはですね、去年2021年1月より放送始まりまして、2022年6月30日を迎えました。本日は1年半というね、まあ記念すべき節目でございます。来週の放送よりね、2022年も残すところ半分になっちゃうなというふうになっちゃうんですけれども、なんと7月7日七夕の日にね、来週は放送ですので、今日はねちょっとね星に願いをチックな感じで、後ほどメッセージもねいただいてますのでご紹介しますが、一緒に夢見てみたいなみたいな夜を過ごせたらと思いますので、最後までイチャイチャとお付き合いくださいませ。先週に引き続き最後の最後に、もしかしたらうちのボスがゲストっぽくね出演してくれるかもしれませんので、楽しみにお待ちいただけますと嬉しいです。よろしくお願いいたします。今夜の1曲目、もうすっかり夏なのでね、もう梅雨明けましたね。っていうかいつ梅雨来たのみたいな、天気予報もことごとくさ雨降ります、あ傘だカッパだとね皆さん身構えていらしたかもしれませんが、外れてではなくても雨が降らなくてみたいな日が多かったのでね、まあとにかくとにかく夏は来ちゃったので、この曲でスタートしたいと思います。お聴きください。ようこでナブ。Falling in love with you, 恋を
ただきました曲は陽子でラブでした。アフォーリンの時にさ、もうライブの時皆さんと一緒にタオルフリフリするんですけれども、いつもね曲紹介の時にラブってこうね、こうね、もう声がひっくり返ったようなね感じで曲紹介するんですけれども、今年ね8月13日鹿児島のね坊の津という場所で、海がねもう綺麗なロケーションなんですけれども、岬祭り2年ぶりに開催されます。ポスター出来上がってね送っていただいたんですけれども、陽子の顔写真でかいです。でかみたいな、陽子顔でかいからなおさらでかみたいな、まあ関係ないんでしょうけれどもね、まあまあとってもね楽しみなんですけれども、またね豪華な陽子大鳥をステージ飾らせていただくんですが、一緒にうちのボスのギタリストイッシーと、いつもお世話になってますピアノ北園真由美さんとね、3人でアコースティックライブでお届けします。もちろんねラブもするでしょう。なので皆さん遊びにいらした際にはねタオルフリフリで、お話お聞きしますとね、感染症対策をねきちんとなさってるので、会場ではお酒が飲めないとかね、まあただねいつもとはちょっと違う感じではあるかもしれませんけれども、いいじゃんお酒飲めないくらいノンアルコールビール持ってきて、今ね焼酎でもノンアルコールとかね、シャンパンとかでもワインとかでもありますからね、皆さんもういいじゃないの、お酒はいらないじゃないの、だからねきちんと運転して来て、運転して帰っていただく、まあそういうね、まあちょっと場所ではあるんですけれどもね、交通はね公共機関通ってない場所ではありますからね、まあとにかく大事な方と8月13日8時半より花火は上がります。なので陽子たちにも会いにいらしてください。坊の津岬祭りでお待ちしております。ラブも歌いたいと思いますしっていう話からね、ちょっとこういう風にねお祭りのことをご紹介したんですけれども、各地でねいろいろ夏のイベントされるみたいですね。鹿児島市はねサマーナイトというね一番大きな花火大会も今年は開催されるみたいです。でねカラオケ大会もね開催されるとちょっと耳に挟んでおります。うちの娘もねカラオケ大会出たいと言ってね練習しておりますが、まあ、とにかく受験勉強と並行してねで例年ではねテレビももらえるらしく、まあ、うちの子も楽しみにしてますんでね、皆さんもぜひちょっと情報を嗅ぎつけて参加されてはいかがでしょうか。陽子もお客さんでいるかもしれません。はい、では今日は嬉しい嬉しいメッセージとリクエストいただいてますのでご紹介したいと思います。陽子さん、スタッフの皆さん、こんばんは。あなたのカズさんです。またまたお久しぶりの投稿です。1週間が早すぎてお便りをしようと思いつつ、気がつけば木曜日になっているという反省の日々ですが、懲りずにお便りしますのでどうか長い目で見てやってくださいませ。日曜日は久しぶりに夫婦で映画を見てきました。念願のトップガンです。前作は映画館で見ず、レーザーディスク、懐かしい、今や死後のようなを買って何度も見ました。今回新しいのが完成したので、ぜひとも映画館で見たいと思いつつ、なかなか時間が取れなかったのですが、急に別の用事がキャンセルになったので急遽行ってきました。私の住んでいる相田市は今はイオンタウンに映画館ができているので、すぐ近いので助かります。で、感想です。よかった、超よかった。前作を見た人にはたまらない回想シーンが、私一人がうるうるぐずぐず、ストーリーがトム・クルーズの昔と変わらないあの笑顔が、しばらく余韻に浸っていました。陽子さんは前作を見ましたか？まだならそれを見てから今回の作品を見ると感動ひとしおですよ。私はあまり戦争ものや戦闘シーンがある映画は苦手なのですが、これは別格でしたね。7月の初め頃まで上映らしいですので、リスナーの皆さんで興味のある方はぜひお早めに行かれてくださいね。では今回のリクエストはギフトをお願いします。なんかこの映画を見た後に感謝したくてこの曲を選びました。梅雨入りしても暑すぎたり気温の高低差が激しかったり、体が疲れやすいこの頃ですね。陽子さんもリスナーの皆さんも体調に気をつけて乗り切ってくださいませ。
それではごきげんよう。あなたのカズさん、今夜もありがとうございます。レーザーディスクって何ですか？後でちょっと石さんに聞いてみよう。あとさ、トップガンね、今注目されてますよね。私も見てみたいと思ってたけど、カズさんのアドバイス通り前作を見て今回のね作品を映画で見れたらいいんですけれどもね。7月の上旬までぐらいならもうあっという間に終わっちゃうから間に合えばいいな。そして1週間が過ぎてお便りしようと思いつつ、気がつけば木曜日。気持ちわかります、カズさん。ってことはさかりさん、放送聞いたらすぐメッセージください。あ、聞いた、よし、メッセージ。そうそう、他のねリスナーの皆さんもですよ、聞いた、よし、メッセージみたいな。もうメッセージ読み切れなくて番組終わっちゃったみたいな日が欲しいな。あ、そうそう、星に願いをですからね。今日は七夕の短冊に書こう。毎週毎週リクエストやメッセージが多すぎて読み切れないくらい、陽子のバニラスカイ、モテモテな番組になりたいなみたいなね。これ絶対書きますんで、皆さんの力で、皆さんのお力添えで、この陽子の夢、願い事ですね、願い事叶えてください、お願いします。そうなんだ、トップガンって泣けるんだって思っちゃいました。トム・クルーズさんって結構いい年齢でしょ。いくつかな、かっこいいですよね。だってポスターもかっこいいもんね。なんかで私もね、戦争もね、戦闘シーンとか苦手なねものもありますけれども、でもね、私ね、あのちっちゃい時からおじいちゃんおばあちゃん子だったから、まあじいちゃんとよく夜9時からのね映画とか見てました。で毎週末はね、隣にあるお母さんの実家がね、住んでた家の隣だったので、まあ、じいちゃんばあちゃんのところに行ってね、もう幼稚園ぐらいからね一人でいつもお泊まりに行っておりましたが、まあ鹿児島巨人ファンが多いので、じいちゃんもね巨人ファンでしたので、いつも野球を見て、で野球見た後に映画を見てみたいなね、ちっちゃい頃を過ごしておりました。でおばあちゃんはね、大島紬、奄美大島のね特産品ですね、大島紬を折って仕立てるようなね、そしてもう着付けもできる、もうハイパー、もう素晴らしいばあちゃん、もう女子力、今の時代で言うとさ、もう女子力高すぎだろうみたいなね女性なのでね、もうお料理も上手だったし、和菓子の作り方とか味噌作ったりとか、もうとにかくもう何でもできちゃうおばあちゃんでしたね。でね、まあその影響もありまして、ちょっと余談ですけれども、昨日ねとっても美味しいねイカを5杯いただきまして、ヨーコもさ、まあ、今の時代は YouTube ググったら出てきますんでね、なおさら簡単にさばくことができますけれども、まあなんていうのかな、まあヨーコもね仕事柄ネイルをしてます。で料理も大好きなんですけれども、なぜネイルをするかというと、普通のマニキュアだと落ちちゃうので、私の場合はラブブルカのアミさんにお世話になっており、ジェルネイルの中でもパラジェルという爪を削らないでね、いたわってすることが、施術することができるものがあるんですけれども、まだね発色もいいんですよ。なのでね、爪はキラキラしながらもう魚をさばいたりイカをさばいたり、もううちの娘とかね、逆にね、もう今の子なのかなって言われそうな、もうお魚やだお肉がいいっていう子なんでね、まあまあ陽子はそんないう娘を横目に、いや食べなさいと毎日給食でお魚だって言われても、いやいや食べなさいとそんな感じでございます。まあね、鹿児島鶏豚牛とね、お肉もとっても美味しいですし、お魚も美味しいですしね、たるみ寿司のねビュートンっていうお肉はもう豚肉ですけれども、もう最高ですね。そちらの方もね、また YouTube でちょいちょいアップしていけたらなとは思っておりますが、まあ、とにかく、まあ、映画見てましたけれどもね、戦争ものとか陽子もちょっと苦手は苦手なんですけれども、何が一番苦手ってホラーですね。私の頭の中はお花畑でメルヘンで生きてるので、なぜホラー映画がこの世に存在するのか私にはわからない、本当にわからないのよね。教えてくれなくても結構ですこれに関してはそうそう、まあでも夏ですからね、好きな方は好きなんでしょうね。私だってちっちゃい時、まあ、実家2階建てだったんですけれども、その時にね、まあ、子供だと名探偵コナンとか金田一少年の事件簿とか見て、まあねリビングで流れてるから見ちゃうんですよ。
で2階の自分の部屋に上がるときに絶対後ろから誰か来るみたいな、もう怖くて涙が出そうなくらい半べそかきながらいつも自分の部屋に戻ってました。自慢じゃないけど中学生でも高校生の時でもそんなの見た後にはね、絶対何か来るかもみたいな、お面かぶった変な人がいるかもみたいな感じでキョロキョロしながら、で一つ下の弟にね、普段喧嘩ばっかりするのにそういう時だけは一緒に部屋に行こう、一緒に寝ようみたいな、なんてひどいお姉ちゃんなんでしょうね、まあ、そんな感じでございましたよ。ではね、リクエストいただきましたギフトをお送りしたいんですけれども、ギフトってコンピレーションアルバムはリリースしてるんですけれども、よくね勘違いされるんです。カズさんきっとシャイニーのことだったんですかね。明日へのギフトっていうねフレーズがありますので、シャイニーのことだと思うんです。なので今日はねちょっとリクエストシャイニーをお届けしたいなと。夏が来れば陽子はいつもクリスマスマーケットのことしか考えておりません。ではお聞きください、陽子でシャイニー。あなたの想いを空を越えて届けよう、輝く笑顔と一緒に明日へのギフト。心と心を合わせて、カレンダーは時を動かす、おもちゃ箱みたいな街に幸せの鍵が詰まってる。一つ一ついただきました。曲はヨーコでシャイニーでした。今年も7月15、16日は鹿児島で最もね有名な神社照国神社で6月号が開催されるということです。去年に引き続きお祭りの規模がね縮小して開催されるということで、まあ、ステージがなかったりとかで、あとは灯籠をね、まあ、すごくね華やかなんですよ。灯籠を飾られて皆様のお越しをお待ちしていますという
メッセージをね、わざわざお手紙をねいただきまして、もうとても嬉しかったです。来年こそはね、よく音時間照国神社で過ごせますようにというのも七夕の短冊にね書きたいなと思っています。とにかくさ、今はもうみんなで平和を願いましょうというね、私もうそのための七夕じゃないのと思ってますよ。うちね、一足先に折り紙とか綺麗な紙で作る輪っか、きっとね小さい頃に皆さん作ったことあると思うんですよ。あの輪っかを作ってね飾ってます。短冊も7月1日にはね家族で書きたいなと思っております。ぜひ皆さんもね、大事な方への感謝の気持ちや、そしてこれからの未来へのね平和を願って願い事を短冊に込めてはいかがでしょうか。子供たちがいるご家庭はね書きやすいと思うんですけれども、今ね100円ショップやねスーパーなんかでも気軽にねこの時期は販売されてますからね。もう短冊ない方は紙に書いて壁に貼る、それでもいいと思うんです。とにかくみんなで平和を願いましょう。今年は特に世界中でも願いましょうね。よく最後に医師を登場と言いましたが、本当に番組の最後の最後で医師に登場していただきたいと思います。それでは石井さん、よろしくお願いいたします。こんばんは、石井です。こんばんは。こんばんは。石井さん、はい、決して忘れたわけじゃありません。はい、忘れられた石井です。石井さん、クラウドファンディングどうですか、進み具合。いや、バッチリじゃないですか。バッチリですね、うん、なんかいろんなところで見かけるようになって。そうなんですよ、ヤフーニュースにも取り上げていただいたり、うん、フェイスブックとかでも出てくるし、ね、インスタもね、そうそうそう、インスタも出てくるし。そうで、こちらもね制作に向けて石井さんが頑張ってくださってますよ。頑張りましょう。ぜひぜひ今後ともお力添えよろしくお願いいたします。はい、皆様もご協力ぜひお願いいたします。そうです。石井はですね、ヨーコ初のカバーアルバムスターズのPR 大使に勝手に任命しております。よろしくです。PR 大使PR 大使務めさせていただきます、石井です。何をやればいいんでしょう。はい、頑張ります。残るところ1ヶ月切りますからね。そうですね、7月1日より皆さんメッセージじゃんじゃん来ますよ。こういうあの追い込みかけて、そうそうそう、追い込みって言葉がねちょっと悪いかもしれないですけども、いやいやいや、自分たちにですよ。そうそうそう、ヨーコのお尻叩いてもらわないといけませんよ。ケツバットやめてくださいね。はい、医師、分かりました。ね、あの野球少年だったからと言ってケツバットだけはやめてほしい、うん、けど、そういうことはやりません。それこそパワハラ、はい、セクハラですから。まあとにかくね、あの医師さんとタッグを組んで素敵なねカバーアルバムをリリースしたいので、うん、そうですね、うん、そう、なんとも今ねクラウドファンディングは 7% を超えました。皆さんのおかげありがとうございます。ありがとうございます。まだまだ頑張りますよ。そう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 、ある意味ね、何もよくまだ営業してないのに 7% も集まったと思ってすごく嬉しいんです。なのでね、今日はあのとにかく頑張るぞということも皆さんにお伝えしたかったんで、うん、石井もお呼びしました。はい、ではね、今夜の最後の曲お聴きいただきたいです。夏といえばこの曲、そのね6月堂にもぴったり、今かかってますよ。そうですね、はい、6月堂にもぴったりのこの曲ね、サイという曲をお聴きいただいております。バニラスカイは皆さんのメッセージやリクエスト大募集しています。宛先は 797@fmginowan.com 797@fmginowan.com バニラスカイ宛にお願いいたします。あっという間に今週も終わってしまいましたが、来週もご一緒できることを楽しみに、一週間パワフルにヨーコも行きたいと思います。はい、イッシー、今週もありがとうございました。ありがとうございました。ではでは皆さん、一週間も皆さんらしく、イッシーもですよ、ハッピーに過ごしてくださいね。それではせーの、バイバイハッピー。